あとぜひ読んでいただきたいのは、勝谷政彦追悼。はい、これこれはね、泣けてきま吉すね。川清君っていう我々と一緒に仕事をして、副社長まで務めて、去年退社した吉川清、それから柳沢、ノンフィクション作家の柳沢武、それと私が道学、一緒に週刊文春でですね、仕事をした仲間なので、昔のことを振り返りながらですね、追悼を書いて、西川君のはなかなか面白いですよ。西川文章がうまいからね、柳さんもうまいんだけど、天才ですけどね。みんな天才だからね、この人たちは。全員天才になって。私の人に3人天才がいたからね、非常にやりやすいですよね。勝也さん、天才勝で也すも天才ですからね。勝也は本当は残念ですね。これはぜひ読んでいただきたいなと思います。そうですね。なんか、一時代を駆け抜けた感じがします、そこのれ読む頃はと。ね、本当にね、やっぱり楽しくてね、僕はね、最近一番言ったかな、嬉しかったのは、文春で社内報って出しててね、OB には送ってくれるんですよ、一応ね。前より回数が減っちゃったけど、そこにその土地退職する人とかね、が一言書くあれがあるんです、一言っていうか、コメントを出すとか、書いたり、コラムそれぞれの人がね。そこに新谷君の奥さんの加藤夫人がね、書いてて、加藤さんと新谷は、会社は、文春は、社内結婚したらどっちが辞めるっていうのか、どっちかが辞めるっていうのが、不運率で、大体は女性が辞めるわけじゃない。新谷が初めて辞めなかったんですね、夫妻が。あ、そうなんですもう以来は辞めなくてよくなったんだけど、そういう夫妻なんだけど、その加藤さんが週刊文春にいたんですよ、僕の時にね。それで、あの頃は毎日がお祭りのようだったって書いてたの。これ嬉しいなと思って、やっぱり楽しくなくてね。それから柳沢武君が今2016年の「週刊文春」っていうのを小説漱石っていう雑誌にずっと連載してるんですよ。でいろんな文春関係者に話を聞いて、僕なんかあまりに褒められちゃうからちょっと照れくさいようなもんなんですけど、その時のその頃の「文藝春秋」とか「週刊文春」の雰囲気をものすごくよく伝えてるのね。だからそれはね、でみんな、その松井君もですね、木俣君も言ってたな、要するにその頃の文春っていうのは本当にその時は月刊文春ですけどね、編集部は楽しかったとこう書いてたんですよ。で、僕はね、仕事はやっぱ楽しくやりたいしね、そういうのは感じますね。前にも言ったんだけど、僕が初めて週刊文春に配属された時に、当時の編集長の小林べきっていうのが、べきさんがね、挨拶をして、私の仕事はね、要するにね、君たちがこれから何年かね、経って、今を振り返った時に、ああ、あの時、あの編集部にいて楽しかったなと、あの時、週刊文春の編集部にいて楽しかったなと思うような仕事をしてくれと、で、そういう環境を整え、作るのが編集長たる俺の仕事だと、こう言ったんですよ。お、いいこと言うなと思ってね、僕はその話はしばしば、後に使いましたけど。やっぱり楽しくやらないと、なんかいい仕事できませんよね。だから楽しい編集部を作りたいなっていつも思ってるんですけど、その頃の今日のこの追悼で書いた編集部、閻魔なんていうのは鬼っ子ですけどね、文藝春秋にとっては。いろいろ問題、物議を醸して。でも編集部自体はすごく活気があって楽しくてね、みんなそういうことを書いてくれているので、別にその時は僕は編集長じゃないですけど、よかったなと思って、これ読んでほしいなと思いますね。